やってまいりました。この季節東海オンエア第5褒美企画、今回は4人オセロ。はい、では10番のご褒美教えてください。10番はですね、1年間ちょっと待って、1年間がおかしいってメンバーに会ったら必ずハグ、自分がメンバーに1年間ハグですか。はい、世界が平和になるね。まあまあ、ハグするといいね、なんかホルモン出るけどね。ハグしていいんだ。普段ね、しづらいもんね。そう、確かにね。なんかきっかけないとあんまハグできないしね。恥ずかしがってるからね。そうね。ちょうどわけわからんらしい。わけわかんねえ。1年か。さあね、次、ビッグラブ。1年間みんメンバーに会ったらハグ。はい。まあさ、まあまあこれはね、まあ、別にいいことですからね。ハグされる。あ、はい。まあ一応ね。さっきやったけど。さっき一回やってくれたけどね。めんどくせえ。これ本当に1年間やるんだ。習慣つけないと本当に。でもなんかね、ちょっとやっぱ嬉しかったよ。まあね、なんかいいよね。あ、ありがとう。幸せホルモンみたいな感じが。で、おめでとう。あ、ありがとう。新年になると新しい目標とか立てるじゃん。 そうね、うん、そのなんかプチ目標欲しいなと思って、それをみんなに決めてほしいなっていう。芝居のいいっすか。はい、月1で髪染める。違う色みたいな。そうそうそう。1年終わった時にみんな見たら面白いかなっていう。じゃあ行きますよ。はい、2022年の目標これだ。月1で髪染める。誕生石の色にします、毎回。すごい。おーおもろ。うわ、めんどくせえ。めんどくせえ。ということで今回ね、虫さんの出す英語のテストをやって、虫さんにバレないようにカンニング一番できたやつが勝ちというね、はい、対決でございます。はい、得点が最も低かった生徒には何らかの罰が課せられる可能性がある。可能性が、まあ可能性の話だから。はい、ということでテストの最初のカードだと思うけど、一番点数が低かった柴田。はい、やっぱ罰ゲーム。え、あの今練習した人の気分でテロップが出てるから。おい、頼むよ編集。頼むぞマジで編集者。聞いてないですって。聞いてないって。めいめい系オークション。梅丸の声張らないタイプのタイトルコール。あー、5番手。本当にちょっと俺ね、早く行きたい理由があるんですよ。僕が本当出せるものってマジこれしかないな。僕の個人チャンネルの名前でございます。だね。おー、そうなるよ。そうなるよね。よく考えたら、最初から失敗してるんですよ。動画アップロードチャンネルなんで、まあ、そうね。ケツさんが行くなと思ってた、これは、うん、ただね、もう100万人間近なんですよ。100万人行くチャンネルの名前を売ってるって多分ないじゃん、このように。期間はやばい。100…110 万人。おえ、間を取って。あれ、うん、最低50。おー、おー、まあ、最初はね。はい。YouTube のチャンネル名って文字数どれぐらいだっけ。50だけど、多分日本語だと25とか。うわ、短い。こんなオークションになると思ってなかったな、俺。3、2、1。たくさん。いいでしょう。一発KO。一発KO。一体どんなチャンネルになるんですか。まあ200万使ってますからね。怖い。エデザ君の個人チャンネルの名前は、はい、おまんじゅうです。おまんじゅうです。おまんじゅうです。はい、どうぞ。ほんとちょっと、あの、そろそろお遊びは意外にしろってとこ見せてやりたいわ。うん、えいえい。で、ここが白ですよね。はい、4番。この動画が上がってから2週間以内に満腹や10杯。あー、お前さ、
なんだその顔は。どういうつもりで出した。なんだそれは。4番、2週間以内に満腹や10杯を持ち帰ったのは。あれだ、前だったんだ。一番大変で結構嫌だった。めんどくさ。2番目くらいに嫌だったかも。結構ね、柴谷さんは東京に帰ることも多いので、うん、岡崎にいる時の飯は全部満腹やったりね。いやね、なんか特大物もらいができたなり。だせー理由が。めっちゃただただだせー。バイキンが入ったらなるやつ。いや、実はだからバイキンが物もらいで、うん、この三粒子っていうやつは、うん、油が溜まってるって言われたんだね。へー、すげえ油がぷくぷくに溜まって風船みたいになってるらしいな、なりな、うん、あ、じゃあその体に悪いことはないと言ったらおかしいけど、早く病院行かなきゃっていうものでもないんだ。いやでもまあ顔面がこの状態っていうのはやばいし、まあちょっと痛いしっていうので。ああ、なるほどね。これって何の原因でできるんですかって聞いたんだ、なりな、うん、病院の人に。そしたらまあまあストレスとかもありますけど、まあ脂っこいものを食べまくるとかそういうのでもなったりします。じゃあまあジャストですか。じゃあまあ油っぽ いものを控えないと。そう、ね、普段の食生活が油っぽすぎるからさ。出前ばっか取ってるからそうなったでしょ、うん、いや満腹や10杯罰ゲームやってたのにな、その時なりね。うん、あれ、うん、いやまあまあまあそんな関係ないと思うんだけど、なに、まあ、まあまあ、満腹や油っこかったっけ。え、すげえな。油多め、固め、濃いめでやってたのにね。あれって、これ溜まってんの治癒か。ちなみに14日間で10杯は食べれたんですか。食べました、9杯。え、はい、もう一回言って。え、10杯食べれたのかって。はい、食べました。9杯、はい、はい、はい、食べました、なるよ。いや、それ食べてないじゃないですか。やらなかったってことですか。はい、はい。じゃあ、どっかでやるんですか。まあ、死ぬまでにやってやりますよ。もう一回チャレンジしてない。あ、終わってないんだ、じゃあ最初からなんですか。行きましょう。しゃあ、うわ、お前、いきなり7番を手に取った。まあ、最初はね、こんな感じのご褒美がありますよということで。はいはいはい。いやあ、あ、え、夢丸の黒色が青になって、はい、フィールドに7番が召喚された。はい、はい、では7番のご褒美が配置されましたので、はい、発表してください。7番のご褒美、2週間語尾をなりにできます。できるんだ。え、ちょっと、ちょっと、遊戯王的に考えるとできるって場合は してもしなくてもいいって感じなんですけど。に、なります。なんか今の、かわいい、かわいくね。なんでお前そっち側の。では7番、2週間語尾なりになるのは誰ですか。はーい。僕だなり。満腹屋行くなりよ、頑張るなり。手を尽くしましたか。何の成果も得られませんでしたなり。あ、でも改良の余地あるんじゃないですか、これは。ああ、ほんとですか。聞く。初めて見た今のなり。あ、僕だけ、この十字架の話一つしといていいですか。はい。配信中さんいるじゃないですか。はい。まあ、1ヶ月間、最近なんかやってました、なんか言ってたじゃないですか、なりなり。なりなり、うん、なりね。うん。で、まあ、それも今日終わるわけですよね。あーね、あー、そっか。そうか、そうか。うん。語尾なり2週間だよ。え、嘘だよ、嘘だよ。え、信じられんの。今はどのぐらいだったの。今1ヶ月目なり、今日終わると思ってたなり。え、お前趣味キモいよ。キモ。お前キャラ付けキモいやつだ。嘘でしょなり。いや、いらない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 。いや、やるよ。やらなくていいよ。俺、ナリって1ヶ月だっけってみんなにさ、なんか確認してさ、1ヶ月よって言ってたじゃん、ナリ。騙したな。いや、動画見りゃいいやん、だって。いや、いや確認するのが一番早いナリと思って。俺、あれで、スギちゃんとさ、コラボしてたじゃん。うん、あの動画で、テレビでさ、うん、このオセロの動画のワンシーン切り抜かれてて、うん、あ、そこに芝生なり2週間って書いてて、確かに出てたわ。そう、うん、なんか全然違和感なかった私、うん、あれ2週間って書いてあるなって、そのテレビで見て。テレビで見てた、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 テレビで見てたけど。
本人たちがテレビで芝居終わってるはずだけどな。え、終わってたやんだめっちゃ1ヶ月だって思ってたわ。そう、あ、2週間泳がしてたんじゃ、りょうくんは2週間泳がした。おい、言ってくれよ言ってくれ、知ってたならなり。9番のご褒美、はい、2週間ホットドッグくん生活。ホットドッグ生活。あ、2週間ホットドッグを食べれる。それ美味しい。あ、違う、アマゾンで売ってるんですよ、ホットドッグくんが。バーちょっと待って、これかわいい、めっちゃ可愛くない？ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいって。めっちゃ可愛いじゃん。俺も聞くよ、俺ご褒美は。9番、2週間ホットドッグくん生活をなるのあったりですか。俺はホットドッグくん。マジか。東海のね、あの一番かっこいいところが、ね、ホットドッグになっちゃう。いや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 。うわー。どうもどうも。どうですか、生活は。いいですね。お。いいわけねえだろ。いいわけはない。悪いなりにいいんだってば。あのカツラかぶったりとかより全然嫌じゃないですね。あったかいし、うん、まあ服選ぶ時間が減るし、うん、それは分かった。軽いし。うん、まあそういういろいろな面でね、十字架界では割と着心地がいいというか気持ちがいいですね。続いて、はい、私持ってきます。歩くホットドッグはない。今までなんか撮影日の間に1回だけやりそうなことをそれぞれ予想しまして、はい、バレないようにカウントしておいて、見事1回だけ今までやったらその人の勝ちというね、はい、ゲームなんですけど、はい、非常に簡単なゲームですのでね、はい、こちら一番大きく外してしまった人にはですね、非常にきつい罰ゲームが待っております。そうだったの。はい、朝も早くからね、入り任せたと一任されたのでね、任させてもらいますよ。おう、激重罰ゲームがあると言ってしまおう。すごいなぁ。どうなんだ、入りを任せるとこうなるかもしれないから。やめてよもう。ちゃんと考えた人がさ、しゃべろ。もう何かわからん、このまま言ってしまったぜ。まあ一番遠いかなっていうので、まあ、りょうくんかな。まあ、ということで、ドベになってしまったりょうさんには、なんと激重罰ゲームです。これすごい。激重なの。すごいよね。すごくない？今までがちょっと2重いかなと思って言わなかったけど、激重罰ゲームだったんですよ。ネタ誰のだっけ。はい、朝も早からりょうが入りやっていいよって言ってきたから、ああいいや、やってなんじゃんっつって非常に激重罰ゲームですって言ったら、りょうに帰ってった。まさかのね。危ねえ、怖かったー。今これね、どうやって決めましょう。おい、激重会の中ではちょっと弱めでいくと1週間タバコ食うとかなっちゃいますか。夢丸の昔の中だって。激重会って世界何。激重会はもうね、ファラオとタバコ君とふんどしが滑る世界です、うん、あの世界の中で1週間っていうのはまあ軽い刑罰に当たりますんでね。タバコ君は1ヶ月だったっけ。1ヶ月ですね、うん、でもそれが激重だとしたら1週間重くなくね。おお、激おもかいも軽いよ。いや、お前が激おもとか言うからだよ。だって入り任せるよ。もう3番。じゃあ2週間、2週間タバコかふんどし選んでいいよとかね。いや、このタイミングで言うべきか分かんないですけど、罰ゲーム回避持ってるんですよね、僕。持ってるわ。めっちゃ持ってるわ、この人。使ったらどっかに行くんじゃないの、ご主人の。だって参加してる人の中で自分以外に移るんじゃん。多分その4人で争ったら1人消えて残りの3人で争うことになるとかだった気がする。その場合、あの、じゃあ夢丸以外で、うん、優勝した僕たちも参加っていうことになっちゃう。まあ、うん、会見めちゃくちゃ戦争起こすじゃん。いや、すごい喧嘩だよ。すごい喧嘩だぞ。ここできたか。1週間ふんどしならばまあギリ使ってもいいかな。あ、じゃあ、うん、タバコ組んでいいんじゃないか。タバコ組んでいいけどな、200万で買った徹夜の剣も控えてるし、なんかいっぱい持ってるからもうどっかで使っちゃいたいなってずっと思ってる。ずっと思ってる。もう桃鉄の勝ち分、勝ち分みたいなね。カードパンパンで強いやつで。なので本意ではないですけど、まあ仕方がない、ここで使います。2週間ふんどしを罰ゲーム回避券で回避します。バディが全員こっち見てる。見ないでくださいよ、こんな恥ずかしい。今僕に向かいやったら、うん、いっぱいやってる。虫さんは1ヶ月やってんだよ。またなるか
まずいぞこの感じ、まずいまずい。じゃんけんをして負けた人はなんと2週間運動中になりました。大変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 すごい。ワイセツーズ陳列隊に当たる可能性がある。やっか、くそ、やろうじゃん。いや申し訳ないな、緊張するわ。思い切ってやるしかないな。神様がいるのであればくだらないこと言ったテイちゃんに当たるはず。死んでるぞ神。ああ俺じゃない。あやってみろよ。行くぞ。最初はグーチャゲパイ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 。お返しします。お返し、お前運を差し上げます。お前が入れ、俺にやれって言うから朝っぱらから。はい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 、一回上外してじゃん。どうよ前、いや、いやチンゲ出すぎてるわ。チンゲ出てんな。あ、ちょっとデザさん、今夜あの処理の方していただいて。これはちょっと、堤毛が必須ですね。何の生き物なのお前は。何これ。あ、今日はダメだ。今日はもう固まってるぞ、すごく。あ、足がよく見えていいね、これね。めいめい系オークション。ちょっと僕しょぼいんでいきます。はい、おっこれ、はい、裏切るからな、こいつは。まあ僕がね、出せる宣伝効果のあるものってもう普通にですよ、普通に名前しかないんですよ。俺、しばゆうっていう名前しかなくて。なにしばゆうじゃなくなってるの。いや、売りすぎだってお前さ。期間を設けて、期間を設けたその間だけしばゆうっていう名前を改名します。ただの10時間オークションしてるやん。すごいですよ。いや、でも期間は1かな。1年一緒で一生と捉えるパターン。1ヶ月です、これはもう動かず1ヶ月。おお、はい。芝居って露出ここだけだもんね、ぶっちゃけ。そうですね、だからでもここのテロップとかがパークアットザムーン発売中。それはおもろいわ。ナメクジみたいな、そういうひねった名前じゃなくってマジでちゃんとした宣伝をやった方がおもろいよ。そうだから挨拶の時俺が出たら毎回宣伝されるっていうことで。バンカタズムの発売中はさってなっちゃう。5 4 3 2 130 130 130 150。うわなんだこいつ、すごい、お見事。カウンターを用意していた。150。意見の年考えたら全然やってみたい。何するつもりなんだ。でもやっぱりあの結構音楽をちゃんとやってるよってのを知ってもらいたいんですよ、うん、なのでとしみつオリジナルソング各音楽サイトにて配信中。びっくりマーク、はい、という名前になってしまいました。出るのありがたいです。マジか、マジで。ちょっと一回練習で挨拶してみようよ。やろうなってたぞ。としみつよ、やるぞ。虫見やるぞ。としみつオリジナルソング各音楽配信サイトにて配信中です。納得いってないよ。でも今俺ありがとうって思っちゃった。しかも口出すもんね。これはいいね。すごい、これいい買い物してるかもしれん。うわめっちゃやだわ。お前自分で出したいお前さ。11番。はい、では11番教えてください。1ヶ月デスメタル。はい、なにデスメタルってのは何ですか。デスメタル、はい、デスメタルの格好を、はい、はい、格好白塗りでカツラで、あ、まあ哲也くんもやってましたよね。から分かりやすいんじゃないですか。僕はデスメタルロボット3号ですよね。はい、デスメタルの真髄ですよね。デスメタルの格好です。1ヶ月がめんどいやん。確かにデスメタルだったら新幹線は乗れますもんね。うん、君らさ、あの本当にいい加減してくんない。いい加減にしてもいい。そういう企画じゃないのよ。8番、1ヶ月間毎日筋トレインスタライブをするのは誰ですか。はい、哲也さん。まあまあまあ、これもただの健康ですよね。素晴らしい。そして、クソデカ罰ゲーム、1ヶ月間デスメタルコスプレを持って帰ったのは誰ですか。はい、哲也さんですね。はい、これは大変な罰ゲームになってしまいました。白塗り毎日で、うん、大変ですよこれは。さあ、ここでテザーさんにはね選択権ございますが、はいはい、1個だけね罰ゲームを返上することができますが、しますかしませんか。
します。する。おお、するか。いらないご褒美。ご褒美を消してしまう。4つってね、もともと出したやつもいい。はい、はい、はい。3つぐらいがちょうどいいんじゃないですか。4割じゃなくて、まあ、3つになるんじゃないですか、はい。まあそうですね、1人3つ持ってくのが平均的ですからね、うん。さあ、哲也さんはこのご褒美の中からどれを悩まないよ、哲也くん。哲也、マジいいって。いやもうこれはね、さすがにですよ。はい、壊れちゃうから、壊れちゃうから、本当に、うん、本当に壊れちゃうから。消すのは、はい、8番1ヶ月間筋トレインストライブがなくなりました。マジか、余計なこと言うんなよ。1枚これ。間違えたんだ。何してんの、せつや。私のスローガンが間違ってたんだ。せつや、なんで。せつや、違うって、マジで。なんでなの、本当に教えて。どっちでも違ったんだって。この状況じゃやったらやったで、やんのかい。やらんかったやらんかったで、やらんのかい。じゃあやらんくていいや。本当や。じゃあやらんくていいや。やらんくてよかったって、マジで。すぐに死にてえやつは手あげろ。うるせえの来ちゃった。朝っぱらから死にてえやつはどいつだ。部長変だ。結果はしまった。あぁ、どうしたの、哲也、そのファッション変わって。ランニングに関わるわ、それは。東海オンエア、これからデスメタルバンドとして活躍していくよ。違うよ、そんなことしないよ。ちょっとダメなリーダーなり。なに、マジで視聴回数に関わるなりよ、これ。いや、もうこれ、これを見に来たやつ以外はいらねえ。そんなやつ殺してやるぜ。殺すとかあんまり。やどうも、東海リーダーと藤目アナだ。地獄の底で死に腐れ、どうも、哲也です。地獄へようこそ。地獄へようこそ。マジで？やだ、なに？やばい、怖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 い。どうも、東海オンエアの哲也です。怖い。すいません、タイミングが悪かったですね。あのデスメタルになっちゃって、はい、なんで面白いですね。やってみたい、これ。靴下やばい。靴下やばい。あ、足汗で逆にちょうどいい感じ。すごい。あ、そう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 。あれでもできるよ。なんか。